事実を知るための AI テレビニュースオペード。本日はゲストにイーグリス株式会社取締役 CSO の丸山雄介さんをお迎えし、解説員はフリージャーナリストの五十嵐文彦さん、株式会社ノーボーダー社主の上杉隆さん、ナビゲーターの私井田茜が築地 AI スタジオから生放送でお届けしています。青木幹雄元官房長官が死去、参院のドン、私よりおそらく五十嵐さんの方が詳しいと思うんですが、私も一応ですね、かつて、形成会の一員だった鳩山邦夫、さんの秘書5年ほどやっていて、でその時に、当時竹下登政権ですかね、なんか陳情があって、竹下登さんとか行ったらすぐに青木さんを、青木幹雄さんを紹介されて、で青木幹雄さんのところから、なんかその、まあ、事務所同士の陳情ですけど、その時にすごい丁寧に対応してもらったという思い出があります。普通あの秘書同士で対応するんですが、青木幹雄事務所はなんか、ね、ご本人が出てこられてなんかそれで対応されてたということでよく覚えているんですが、まあ、参議院のドンと言われて、参議院があの国会の中においてどのような重要な役割を召すかということを、まあ、この派閥政治の中で、その権力闘争の中でですね、示し続けたという意味では一つの時代の、まあ、終焉なのかなと。参議院で与野党を逆転するとですね、政権が倒れるんですね。重要な法案が通らないことをはじめとしてですね。そして参議院はですね、派閥の領袖よりですね、あの参議院幹事長にですね、自民党は力があるんですね。これはあの政府議長だけじゃなくて入閣の序列をですね、参議院議員の入閣序列というのですね、まあ、決まってまして独自にですね決めることができる。参議院幹事長を握ればですね、早く、入閣できると。あの領袖といえどもですね、あるいは、総理大臣といえども覆せないと、そういう伝統が作られてしまったということですね。特に青木さんの場合はですね、国土交通省関係に絶大な力を持ってましてですね、私実は、ちょっといいですか、2002年のですね2月13日の予算委員会で青木幹雄さんのですね、まあ、スキャンダルを徹底追及したんですね。これは国交省の局長と、まあ藤井道路公団総裁に圧力をかけてですね、国費削減のために、一旦、凍結したですね、トンネル予算ですね、をですね復活させろと、凍結解除しろということでものすごい圧力をかけて、総裁が倒れるか俺が倒れるかだというようなことを言ってですね、まあ、あの凍結を解除させて、見事自分の権、支部に自民党支部に対する献金をしている企業にですね一社応札で入札させたというスキャンダルだったんですが、これを追及したらですね、まあ、道路公団総裁も、大石さんという道路局長も参っちゃったんですね、言わされてしまったということでですね、あの悲鳴を上げてきたんですが、その時に私実は警察からですね、あの注意を受けたんです。県議時代からですね、さあの青木さんの周辺で揉め事を起こすとですね、なぜか不自然死をする人はですね、若い頃から、計算すると10人近くになる。あなたも気をつけてください。駅のホームを歩くときは線路側を歩かないように、高速道路に乗ったらですね、トラックに挟まれないようにあのしてくださいという注意を受けたんです。でそれぐらい、まあ、本人がしたというとは思っていませんけれども、危ない人たちが周辺にいてですね、そのボスに忠誠を誓うために何をするかわからないから気をつけ、それだけ強い力を持っていた、影響力を持っていたということだろうと思います。まあ、あの個人ですからご冥福は祈りたいと思います。二戦二発作戦といって、まあ、自分たちが有利になるために自分たちが仕掛けながらも相手がやったことにするというのは、これはもう古くからの古典的な戦術なんですね。日本も満州事変とか含めて
調査局という爆破事件もそうですけど、なんかそういうようなことをやってきましたが、まあ、今回もですね、実はまあ世界的な報道というか日本で見かける報道に関しては野生だというところで、ロシアのせいだということになっているんですが、実際はクリミア大橋の爆破や、あるいはクレムリンのドローンの爆撃なども含めると、意外とウクライナはもうきちんとしっかり攻撃側に回っているということなので、単純にですね、どちらがやったかということではなくて、やはり戦争というのは双方にいろいろなね、メリットあるデメリットがあるということを忘れないようにした方がいいと思いますね。改正入管法成立、難民申請3回目以降は強制送還。令和4年の記録が手元にあるんですが、難民申請が3772人、認められた難民が202人、まあ、毎年 5% 行ったり行かなかったりという程度なんですが、海外に目を向けるとですね、アメリカは 18.1%、 2万人超ですね。イギリスは 56.6% です。ドイツが 15.1%、 フランスが 16.7%、 カナダ 55.4%、 オーストラリア 13.5% というくらいにですね、こう相当世界の常識とかけ離れてるんですね。人数でいうと2桁3桁違うわけですよ。ですから、この難民申請の許可ですね、これは日本は人道に戻るということもはっきりしてますね。一歩前進だっていう人たちもいるんですが、しかし私はですね、こういう問題については、人道問題については、この送還されて殺されてしまうリスクとですね、その経済難民が紛れ込んでくるリスクと、どっちを考えるかということを考えるべきだと思います。経済難民が日本に紛れ込んでいくリスクを怖がるよりはですね、全く普通の市民が、拒否されてですね、強制送還されて、戻った国でですね、殺されてしまうリスクという方をですね、恐れるべきだというのは私の考え方です。日本は伝統的にというかですね、ずっとその難民に関しては意外と冷たい国家というふうに見られているので、今回もその流れの中で少し改善する方向に行くのかなと思ったんですが、あまり変わらなかったかなという気がしますね。で、これはやっぱり地政学的にということもあるのと、あとですね、やはり日本の特殊なですね、人種構成の事情なども含めて、すぐには変われないのかなということが言えると思います。とは言いながらですね、やはり G7 サミットの、まあ今年は議長国でもあったんですが、そういう意味を含めると、もう少しですね、いわゆるヨーロッパ型、まあアメリカとは言わないけど、ヨーロッパ型の人権とか人道的な立ち位置というか国家運営というのをそろそろそちらに切り替えていかないと、結果としてですね、まあアジアの雄であることは変わらないと言いながらも、あっという間に抜かれる可能性もあるので、まあこの長い50年、100年を見据えた国家運営をするんだったら、このあたりの難民とかですね、あるいは、まあそういう意味での移民とかの問題も含めて、この転換する今時期に来たんじゃないかと。まあ同じスタートアップをやっている人間として、まあ素直にすごいなっていうふうに思うのと、まあアメリカでも展開されているというところで、まあ AI、日本初の AI をですね、まあ日米で展開されているってすごいなっていうところが正直な気持ちです。で、まあ同時にですね、まあ最近やはりこう AI っていうものが生活のにすごい身近に来ているなっていうのを実感するケース、特に普通に機能としてですね、提供されるっていうことが、ケースが多いなっていうふうに思っていて、で、まあこれ身近になればなるほど、まあ AI を使ってるからこそ出てくる新しい社会問題みたいなものも生まれてくるのかなというのを感じるニュースだったのかなと思ってます。それは先ほど言われた、ニュースを AI が配信する、これジャーナリズムとしてどうなんだろうとかっていう問題とかですね、まあ新しい問題がどんどん生まれてくるので、まあそういうとこったところに、我々は目を向けていかなくちゃいけないのかなというふうに感じておりました。秘密計算って皆さんがあんまりこう聞きなじみのない言葉なのかなというふうに思ってるんですが、秘密計算するときに使っている暗号は対量子暗号なので、量子コンピューターできても解けないと言われている暗号。皆様ありがとうございました。以上今日のオプエドでした。